今回俺と巨人の143日物語実況64回目は8月3日から始まるヤクルト3連戦、その後控えてる阪神戦、計6試合をプレイしていきますのでね。前回もやったヤクルト戦、また今回もやることになるんだよね。前回の実況での3連戦はこのような対決結果になったね。1戦目は勝ったが2戦目敗北、3戦目は9点取られての敗北。やられとるわけだからね。通算の対戦成績でも8勝7敗、7勝8敗です1回負け越してんだよ。もう本当になんでこんなにヤクルトとやらなきゃダメなわけ。一番やりたくない球団とやりまくってんだけど、勘弁してくれよ。まあでもこのカードは勝たないとね。1戦目はチームがチャンス&ちょっと打者に注目してやっていこうかな。中田翔、いやここは調子のいいギャレットだね。君に決めた。1戦目の物騒動はこんな感じで OK だろう。恐ろしいヤクルトに挑むぜ。リーグ1のチームが何ビビっとんねん。相手は4位ですからね。ビビる方がおかしいんですから。まあでも対戦成績を見たらビビらなきゃダメなんだけどね。ビビるのが正常だ。やられてるから散々ね。今日はどうなるか。田口の好投に期待、そして打って早く田口にね、援護をやることだよ。援護が入らなければピッチャー不安になるからね。俺いじめられてるみたいな感覚になっちゃうからさ、そういう思いを田口にさせたくないし、このギャレットで豪快な一撃、ノリノリのギャレットでね打つよ。フォーク、ストレートはいけねえな。ここでか。トゥートゥー、難しいとこ来るな。全球ここもフォーク。まあでもボールフルカウント。どうだ。うわー、ここもフォークかい。ちょっと待てよお前、男らしくねえな。本当にたまたまついてますっていうピッチング内容よ。さあ今日初の得点圏は田口のとこでやってきた。下位打線がつないだんだな。でもピッチャーだぞ。いや、なんとか田口で自援護だよ。今季は2打点だ。打ってるからね。この2打点も俺が稼いだ2打点だからさ、意外にも俺はピッチャーの方だと打てるんだよ。野手だとなんか打てるけどね。他も強振で外野前に持っていくよ。サードランナーチラッと見た。投げました。打てる球が出んだよな。もっと甘いの来いや。もうそんなさ、ピッチャー投げる球じゃないでしょ。もっと余裕持とうぜ。ギャレットの時にそうやってストレート連発してこいよ。本当にたまたまついてないようなピッチングしやがって。本当ついてんのかな。お、来た。これはもらうわ。ノーアウトランナー一塁二塁だぜ。でバッター陽大感だぜ。入らないわけないだろ。1点は確実に入ったと言っていいです。言いましょう、胸を張って言いましょう。絶対に入る。100入りました。嘘はつかねえ。第3球を投げました。よし、来た。落ちるんだな。これがホームはどうだ。ホームはちょっとどうだ、ちょっとどうだ。よし、いけたね。危ない。よし、先生って言ったろ。100入るってね。おお、通算500打点達成おめでとう。まだまだ陽大館にはね、打点を積み重ねてもらわなければ困るから、こんなので満足しないで、もっともっとだよ。さあ行こう。ノーアウトランナー1塁2塁。村田あと2打点で60打点到達か。ここで行っちゃう。第3球を投げた。うーわー、もう全球同じコースだったね。なんだこの4番、簡単に終わったぞ。シャイ中田で打つからよ。ここ最近この元日ハムのね、陽大館中田の輝きがすごいんだよな。めちゃくちゃ打ってくれるからね。ほんとね、どの球団か分かんなくなってくるような活躍するからさ。ここはアウトだがタッチアップだ。イエスで、ノリノリのギャレットさんですか。行くぞギャレット、強振だよバカ野郎。ギャレットにミート打ちなんて必要ないね。やった方がいいのかしら、追い込まれたらね、うん、よっしゃ。これは頭は超えるだろ、最悪ね。よっしゃ、はい、超えた。陽大館の総力ならばそのまま一気にゴーホームだね。よっしゃ、もう今日は勝ったでしょ。あとは田口で抑えるだけだバカ野郎。簡単な話じゃないか。もう終わり、終わりでいい。終わっていいんだよ、もうやらなくていいでしょ。怪我するよそれ以上投げるとね。やめておきましょう。さあ真中にこのね、前回の実況でようやく今季1号プロ入り1号が生まれたんだけど、その1本は俺が打った1本ではないからね。ちょっと残念なんだよな。 CP が打った1本だからさ。はあ、最近打てんな、真中で。ここまでは
俺でしかマナカ打たなかったんだけどね、ここ最近俺で打てなくなった分 CP でなんか打てるようになってるわ。なんでだろうな、能力劇的に上がったというわけではないんだけどね。はい、容体感やばいなこれ。台湾のスターですよ、さすがね。今季17号完璧に捉えたぜ、あのフォークをね。真ん中付近から真ん中に落ちてくる激山だよ。バカかお前は。絶好調の陽大館に対してその一球を投げるということは、つまりは陽大館のファンだということだね。打たれたいんでしょうね、思い出を残したいんだ。知らなかったよ、小川が陽大館のファンっていうね、あまり関わりないもんだと思ってたら。まあでもね、この点差だから敗北は終わりとは言えないんだよな。ヤクルト打線を考えると、そこからの逆転劇も十分だよ。もっと取っておこう。おいーす、来たー。もうノリノリだから打球が飛びまくるよ。別に決して飛ぶボールを使ってるわけじゃないからね。ヤレットの調子がいいから飛ぶんだよ、ボールも打ちまくりだぞこれ。あんら、ただもったいないクソみたいな凡退だな。流れに乗ろうぜマナカ。初球空振り、いきなり154キロ。初球空振りから、この7-8ひどいね。見てほしくないわ。これでピッチャーがヒット打ったら面白いのね。ほんと7-8の存在価値がなくなるね。もう田口今日1本打ってんだよな、2打席目にね。あるかもね。うわ、ボテボテ。いやでも内野安打は、あーピッチャー取るか。今ショートが取ってたら内野安打になってたね、うん、まあでももうあとは抑えるだけだよ。何してんの、何をしているんだ田口くん。やってくれたな、これはあかん。ピッチャー交代、森福行くわ。あ、もう無理でしょ田口はね。左ですから、 T 岡田ですからね。頼むよ、抑えろよここ。うーわー、もう取られたし、だから言ったじゃん、もうヤクルト打線怖いって。もう田口勘弁しろ、森福も勘弁しろよお前。相手 T 岡田だからお前出したの、何その T 岡田を打たれてんだよ。よっしゃ、ペゲーロの打球は頭越えたな、余裕で。はい、勝ち越しの一打だよお前。勝ち越しの一打が今出ることがおかしいね。今日はそういうのいらない日だろお前。もう本当にね、こうなっちゃうんだから、陽大が頼むよ。まだまだ取ろうお前、フルボッコンされるぞ。もう一撃打ってもらって構わんよ。サイクル本塁打達成しようか。スリーラン達成してるから、あとツーランソロ満塁だね。これから何本打ちゃいいんだ。さあフォーク、ただここは進塁打。いい、2点差開けていかないとね。ああ、この進塁打大きいよ。さあ村田に対して前進守備、まあ当然だね。ただそんな前に来てると、うん、正解だね。ああ、当たり前だ、それ正解であれ当たり前だね。ああ、そこでそれ飛ばしちゃう村田は一番必要のないものだよ。はい、ありがとう中田翔、本当にね。もう巨人じゃない、日ハムじゃねえかこれお前。よ、ようわからんわこの球団。ね、よっしゃ、20本目達成だ。豪快な一撃、これでまた3点差いたよ。これでちょっとはいけるだろう。さあギャレット、2打席連続のツーベース、ここではどうだ。おい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 、3打席連続かツーベースだね。ほう、打ちまくり、アウトじゃねえか。アウトかい、バレンティンの方舐めてたな。レーザービーム持ってるからね。あれだよ、もう何事もなく行けよ。はい、だから何をしてるんだお前。もう怖いわ、ピッチャー陣、どいつもこいつもクソすぎて。お前これ仮に1戦目勝ったとして、2戦目また同じような結果になるだろうね。前回と全く同じだよこれ。1戦目は勝ったが2戦目3戦目負けるぜ。これだけ1戦目から中継ぎ使って、その上打たれてるんだからね。あ、ひどいなこれ。1戦目からこんなアレに荒れる試合になるか。今フィルダーチョイスやろ、セーフやろセカンドね。いいわ、調子のいいギャレットで打つから。3打席連続ヒットだからね。先はツーベースではなかった、バレンティの肩が良すぎたね。あとかギャレットの走力もそんな速くないということもあったけど。いやー、正面だ、強い打球なのに。これでも不安だな今日の試合。ちょっと待てよ、ここで上原がもう出てくるの。ちょっと待て、出るには早すぎねえか。8回に出すようなピッチャーじゃねえぞお前。あ、もうマッション出て打たれてるからだね。おー、
もうじゃあ最終回誰行くのよこれ。残ってるピッチャーまともにないけど、上原2イニング行くってこと？守備固め送っておいた方がいいかな。うん、いやどうしようかな。うわ、もう送っとくわ。これはもう勝負に出るよ俺は。松本んで、ライトに松本、レフトに亀井送っておこうかな。でこれで OK。 まあ、真中のところ次打順回ってくるんで、ここではまあ変えないで OK だね。上原頼むよ、コージ上原。よしよしよし、で最終回もよろしく抑えてね。おー惜しかった、ありがとう。コージ上原2イニング投げてくれたよお前。もう1戦目からこんなアレに荒れるってね、誰が予想できた。いや分かってたよこうなることはね。勝ったけど勝った気がしない試合多すぎるここ最近。いやもうたくさん打ったから勝ったよ。ヤクルト以上に打ったから勝てただけで、ほんと今日投手みんなもう上原以外みんな罰だよ。お大罰だよ。田口もね、あの急な炎上よ、5回に5点取られるというね。森生が何勝利投手どうでもええわお前。なんで打たれたやつが勝利投手になってんだよ、ふざけんなよ。まあ大量得点のおかげもあり勝てたけどね。ピッチャーの内容はこんな感じ。田口6失点。森生は自責はないですからね。ただそのね、左に弱い T 岡田に対して左に強い森生を出した結果、打たれて帰ってきて勝利投手だからね。なんやこいつっていう話でしょ。意味がわからんわ。お次はピンチでプレイしていくよ。もうゼロで抑えないとね、ほんとここが難しいんだけどね。ヤクルトの投手陣大したことないから、たくさん打つことはできてもね、抑えることがもう無理ゲーなんだよな。今日の先発はマイコラス。いやもうちょっと中継ぎ陣の疲労もパないし、今日に限っては上原マシトンこれ使えないんでね、スタミナ的にも。なんとかもう大量得点取ってもらって、でもうピンチでしっかり抑えていくだけだよ。前回のような二の舞にはならないからね。前回1試合目は勝ったけど2戦目3戦目負けたんだから、今回も同じようになる。1戦目勝ったら2戦目3戦目負けて、再負け越し。バカかお前、二度過ちは繰り返すか。行くぞマイコラス、完璧なピッチングをしてある。カモン、得点はないか。今日は調子いいからね、先制点入ったぞ。よし、3回もゼロでいってるね。ナイス、いいぞ。おいおいおい、大量得点きたー、6点だけどマイコラス捕まる。でも大丈夫、大量援護があるからね。よし、サード忘れるか。いいぞいいぞいいぞ、さすがだね。苦しい時に助けてくれる最高の野手陣だよお前。感謝しとけよ、ピッチャー陣みんな野手陣の足舐めろ。足とあそこ舐めるとこから始めろ、しゃぶり尽くせ。いやそれくらい感謝の思いを表さなければダメだね。この7点大きいわ。うわー、ビッグイニング作りまくりじゃねえかお前。もう今日はマイコラスでいけるとこまで行くでしょ。点差もありまくることだしね。ハッピー、超ハッピーだわ。こんな試合展開になるなんて。2試合続けて2桁得点だからね。どっちがヤクルト打線かわからんよ。あららららららら、らま、川端はしゃあないね。もう打たれるものだと解釈してるからさ、もういいんですよそこはね。ゲッツーシフトだな。よし、中途半端にこれだけの援護ありながら6回しか投げれないっていうのもね、ちょっと腹立つからな。6回以上は、7回は投げてもらいたいな。中継ぎのね、疲労を考えると。よしよし、2アウト。でここで竹内くんね、このドロップカーブがえぐいな。マイコラスの勝ち運もあって今日はこれだけの援護入ったのかもしれないね。そう、それすごいよ相当ね。マー君並みの勝ち運だよ、だとしたらね。さあ、あとは3イニング抑えるだけだ、楽に行こう。マイコラスは降りたね、沢村出てきたわ。で打たれると。で打たれるのね。何しに出てきたし。オッケー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 。おいっとバウンドする、直接取れそうな感じだけどね。まあとは抑えてゲームセットと行こうぜ沢村くんね。ちょくちょくその流れを止めるのやめてくれないからイラッとするからね。巨人ファンみんなイラッとしてるよ。止めんじゃねえと、完全勝つ空気だ。これで2アウト。さあと1つだ、これで勝ち越しは決定だね。あとはもう投げるだけ、ただ投げてりゃ抑えれる。はい、ゲームセット。セカンド重信。もう意味わからん起用法ありがとうございます。まあ勝ったからいいんだけどね、あの動きの遅さパないだろ。もう今あれサブポジすらも持ってないんじゃないの、あの動きの遅さだとね。やばかったよ本当、重りでもつけてんのかっていうくらい遅かった。動かなかった、横に来た打球全部取れねえよ。勝った
けどね。はい、今季6勝目。もうこれは今日は大量援護のおかげでしょうね。こんな試合になるなんてね、マイコラスもよく抑えたけど、もう今日に関しては野手のおかげと言ってもいいでしょう。よっしゃ、これで勝ち越し成功だ。中田翔も2試合連続のホームランだね。マジで中田が神ってるな。お前前半戦この活躍してくれたらもっと余裕あったのにっていうのはなしにしましょう。うん、後半戦これだけ打ってくれてるからね。阿部が全治1週間の捻挫、よく怪我する選手だね。まあいいや、今ギャレットがいるからね。うん、ベンチスタートで怪我されたらもうこっち側としては何言っていいのか分かんないよね。とりあえずゆっくりしてろとしか言いようがねえわ。さて、じゃあ最後の試合はチャンスピンチでいきましょうよ。2試合続けての2桁得点、勝ち越しは決定してるカードだが油断はせずね。わかるでしょ、油断しちゃダメなんだ。先発は宮國、この男をねまた1軍に上げましたから、ぜひとも好投を期待しようと思うよ。で、打ってはどうしようかな。今日中田が調子悪いが、中田は打ってるからね。3試合連続のホームラン期待だよ。ただ今日は荒れると思うわ。1試合目みたいになるんじゃないかな。1試合目みたいになるか、それともこっち1点も取れずに圧倒的に負けるか。勝つ未来がちょっと見えないね、あまり。初回からのチャンスか。かも。山中だし。前回この山中攻略できず負けてるからね。ここで来たか。投げました。スライダーボール。防御率も 1.45 だからね。絶対次ピンチ来るよ。見てて、1回絶対ピンチ来るから。絶対だよ。おー、来なかった。宮國ようやるな。たった1回抑えただけだけどね。いやでもその1回よく捕まるんだよ、このヤクルトね。1回抑えたのは大きいぞ。そういくとね、結構テンポよく2回3回と抑えれるケースがあるんだ。期待だね、その後も。あー、ただここでは打てず。まあピッチャーだからね、打撃は期待してないが、下位打線でチャンス作るのやめてくれ。上位で作ってくれ。お、宮國の好投が光るな。おい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 、いいぞ。こんなスローカーブバントできない。バントするのを持ってこいの球だと思うけどね。はい、完璧な送り、バントではないね。キャッチャー前すぎたわ。全然転がらねえよ。最悪だ、バント失敗じゃねえかよ。あー、今日はどうしたお前。1試合目あれだけチャンスで打った俺なのによ、全然打てねえぞお前。えらく遠く投げんな、ボール。どうだ、ここでピンチ来ないね。4回までゼロ、ノーヒットピッチングだよ。おいおい、すごいことになってるぞ。5回投げてノーヒット。何かが起こるかもしれないね。何かはもう起こってるけどね。宮國まさかのこれあるかも。いや前回ね、俺たちがそのノーヒットノーランを食らいかけたんだけどね。おい、イエース、片岡の一撃、完全なる嫉妬ど真ん中。ありがとう、いただきます。美味しくいただきました。完璧すぎるね。よーし、3試合続けての5点以上だわ。勝ったな、もらったな。で、宮國もノーヒットノーラン続いてるからね、さらにチャンスか。あー、さらにチャンスなのに、そのチャンスを平気で潰してどないすんねん。ひどいな、これどうした。完全にもうなんか集中力切れてるというか、もうなんか点取れなくてよくねみたいな空気になってるね、俺の中で。いや取ろうよ、もっと。よーし、とは、あー、うーん、正面。呼吸能力も高かったな、あの選手ね。さあどうだ。あー、ヒット1本打たれた。残念、ノーヒットノーランはできず。まあでもね、ほんと6回までこのピッチングしてくれただけでも、もうほんと感謝だよ。100点だ。来年もう1億上げてもいいくらいだよ。いや価値はあるよ、それくらいね。ヤクルト打線を抑えれるピッチャーはもう俺たちからしたら、巨人側からしたらもう神のような存在だから、菅の波と言ってもいいでしょうね。さあ、どうせ行くんなら無失点で生きてよな。点差はあるとはいえ、無失点だよ。わっ、どうだ。あっ、ないもん。ぐだぐだじゃないか、守備ね。よっしゃ、6回投げて0失点。どうしようかな。もう今日はこれで、いやいや、まだ行こうか。おお、今日の真ん中3安打。そうなんだよね。今日はね、上位というか、クリーンナップではそんな打ってないんだけど、下位打線でチャンス作りまくってるからね、このヒット打ってね。ただ、ここでは打てず、今日初めての凡退か。ほんで、片岡、今日まだ一度も凡退ないよ。あの一撃もあったしね。もう一回来ないかな。お、
あーどうやって取ったし、もうおかしいおかしい、体貫通しとるやないか。宮國もう1イニング行ってみようかな。うん、まあでも、おほほほ、まあでもピンチ招くようであればもう交代っていうことにした方がいいかもしれないな。どうだ、いけたね、よしよし、もう今日十分だわ。お、チャンスできたな。中田翔行こう、3試合連続ホームランが君を待ってるぞ。締めは中田翔の一撃でしょう。そうしたらもう完全に俺たちの勝ちは確定だ。クソボールに手出しまくるわ。完全に集中力は切れてるね。だって6点取ってるし、もう勝ちみたいなもんだし。宮國交代だ交代、もういいもういい、あまり生かして怪我するとあれだしね。もうあとはもう藤川あたりに任しておけばいいんじゃないかな。はい、君に決めた、抑えろよ。よーし、あと9回頼んだぞ。ゲームセット、レディゴー、ヤクルトスイープ成功。勝ち越しが最大の目的だったんだけどね、それ以上のことをやってのけたよ。宮國という新たなニューヒーローが現れたね。神です。菅野を継ぐものだ。菅野はまだピンピンしとるけどね、まだまだいけるけどね。いやでも菅野がダメになった時この宮國がいたら十分だね。今季8勝目無傷だよこれ。まあ8勝目っつったって中継ぎでの勝利がほとんど占めてんだけどね。あー、ほんでギャレットに今季9号。ギャレットもさりげなくホームラン連発してるよね。ギャレットも3試合連続、2試合連続くらいじゃないかな。さっきも打ってましたしね。あの山中攻略だよ、お前防御率1点台だからね、すごいぜこれ。まあ、規定投球回は到達してないと思うけどね。まあ、それでもあの防御率のピッチャーを攻略できたっていうのはうちの打線がそれ以上にすごいから、そういうこと。よっしゃ、このスイープは大きいな。ヤクルトとのゲーム差もう12ゲーム空いてるからね。全然大したことねえわ。なんか俺弱気になってたけど、まあ負けた時ひどい負け方してたかもね。その分もあって弱気になってたけど、やっぱ弱えわ。弱いのチームだしね。いやもうこれから何もビビることはないよ。ちょっとビビりまくりのね、ちょっと実況になってたからさ、もう何もビビることなく行こうよ。さて来てくれた弱い弱い阪神くん、うん、今季も12勝しね、しちゃいますから。たくさんの白星稼いでんのこの球団からね、ここをまた稼いでいきましょう。もらいましょう。巨人の犬ですからね。巨人が負けろと言ったら負けてくれますし、たまにご褒美もやらないとダメですから。だから負けてあげてんの、こっちもね。3敗。ご褒美やらないとね、やっぱちょっと拗ねちゃうんでね。ちょっとわがままな部分もありますから。さあ、1戦目の先発は吉川君に決めた。そしてピンチになるとプレイしていくからね。さあ、行こう。フルボッコタイムが始まるよ。まあ、この回でも別に1回くらい負けてやってもいいんだけどね。まあ、でもできれば、今回はスイープスイープで行きたいと思ってるからさ。2カード連続の3連勝行きましょうよ。どうだ、吉川頼むぞ。おお、初回から1点か。早いな。あらららら、ら1点取られたよ。ピンチは招いてねえんだな。ここできたか。2アウトランナー2塁3塁でパウアー。タイダリに関してはちょっと出ないかな、数字は。タイダリに関しては2割1分1厘か。弱いな。まあ当然だね、左バッターだから。打たれた。初球打たれる、どんなセンスだよ。センス×だねこいつ。ありえねえ、初球打たれやった。そしてこのピンチじゃないか。1球で打たれたらもうドラマもクソもないからね。うわ、これもかい。早いカウントから打っていった。うわ、中田翔も取れねえし、グダグダじゃねえかこれよ。お前ヤクルトスイープしたチームどこ行ったんだよ。お前1日休みあったら急に別人になるのか。めっちゃ簡単に打たれるしよ。いやね、すげえ簡単に打たれるんだよ今日ね。3球投げてヒット2本だからね。あ、ピンチの時ね、俺操作の時。おほほほほほ、いやファーストだろどう見てもよ。お前セカンド取りに行く無茶なプレーだな。ちょくちょく無茶ぶりあるんだよこのチーム。お前が取りに行けみたいなね。はい、三振、完璧だね。まあでもここでとりあえずはこのピンチは終わるだろう。藤浪だからね。よし、で最後はインコース。はいはい、ボッテボテ。まあでも吉川ここまでだね。無駄な失点しすぎたな、もったいないよ。さあ吉川はもう終わりだ。まだ終わらないのか。よし来た。ここでマウンド降りて藤川出てきてるね。抑えろよ。よしで2点追いつけ。2点差追いつくんじゃ。頼むぞ、追いついてくれ。阪神に負けるの嫌だよそれ。どうだ、最終回。
1点は取り返したが残念、あと1点取れずだね。無駄な失点しすぎたわ。3対4敗北だよ。まあ相手藤波だからね、デッドボールを恐れて自分のバッティングができなかったんだね。そりゃそうでしょうね、長いシーズンこれからね、何年もありますから、こういう投手にぶち壊されてもう野球できなくなるの嫌だしね。そういうことだ、1回くらい負けてやってもいいだろう。いいでしょ、ただ無駄な失点が多すぎた。勝てる試合でもあったよ。片岡またホームラン打ってる。どうしたお前、長距離バッター片岡になってるね。何があったんだろう、生まれ変わったのかな。もう俺明日からホームランしか打たねえっていう感じでなんか自分で思ったのかな。2試合続けて打ってるよ、これ。とんでもない活躍してるね。さてお次はチャンス&この片岡がね、今2試合連続ホームラン打ってるのであれば3打席、3試合連続のホームラン狙ってみよう。今日は片岡に注目してやっていこうと思うよ。ただ調子は悪いけどね、調子は悪くても打ってくれるでしょう。先発は菅野か、君に決めた。3戦目山口というローテーションになるかな。まあ今日はもう抑えてくれるでしょう。で打ってはベストオーダー、亀井起用でいってみようかな。亀井2番、ペゲロ今日お休みだ。それ以外変えることなく片岡は引き続き8番起用でやっていこうと思う。もう打順上げてもいいかもしれないけどね。まあとりあえずこの3連戦が終わるまでは一旦置いといて、この打順で使っていこう。変にいじると打たなくなる。ペゲーロがそうだったからね。いい2番起用だとめっちゃ打つんだけど、5番にした途端、誰ですかお前っていうくらい打たなかったから。これは楽天に戦力外通告されて、当然やねっていう感じになったからね。そこはちょっと怖いんだよな、打順を入れ替えることによって。パワープロでもそういうのがあるんだよ。さあ、ギャレット得点圏だ。どうだ。なんでだよ、抜けるだろ普通は。よく止めたなお前。あれ止めるためには腕一本犠牲にしないと止めれねえぞ。まあいいや、次の真中で打つからね。はい、ありがとう、タイムリーヒット。久々に真中で打ったぜ。かなり久々だね。タイムリーだ。うまい流し打ち。お前はイチローか。キャッチャーできるイチローって最高だね。イチローじゃないんだけどね、打率1割台ですから。どこがイチローだよ。投げました、危ない球。1年目のイチローではあるかもしれないけどね。投げました、見送ってストライク。確かそれくらいだったでしょ、1年目のイチローはね。第4球を投げました。さあ3者連続ホームランあるか。これミートはちっちゃい。お、来たかもしれない。あ、ちょっと戻れ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 。犠牲フライには十分だ。まあでも強い打球は打ててるしね、これあるよ。3試合連続のホームランね。よっしゃ、逆転した。で菅野は抑えてくれるよな。よし、いけてるね。さあ片岡2打席目だ。また岩田ってホームラン打ちやすい投手だからさ。一発狙えるね。はあ、ちょっと振るとこ間違ったな。惜しい、内野安打になるとこじゃないか。うわー、菅野また同点。ダメだダメだ、すぐ取り返さないと。くっそー、ここ最近なんか菅野がね、点与えたら取られてる。今日は守ってほしかったけどね、この点差を。打ちました、ファウルボール。投球これから4球目。うわ、もうちょちょ落として原口くん。あんのん、ダメ。どうだ、さよなら。来たね。よっしゃ、ここで決めよう。ツーアウトランナー一塁、3試合連続ホームランを、さよならホームランだよ。相手は待てよ、ちょ待てよの防御率 1.76、 高えな。ただ打つよ。相手がどんなピッチャーとか関係ねえんだ、このさよならの場面で打つことしか頭にはない。理想はね、現実とも違う。うわー、これ調子良かったら多分打ててるわ。ミートちっちゃかったからね、負け惜しみだよ完全に。わーい、さよなら勝利、3対2だ。俺の手で決めることはできなかったね。坂本のソロでさよならだったんだ。はあ、最後決めるのはキャプテンかい。菅野と坂本、このヒーロー台に立つ姿何度目だよ今季。いや坂本はね、菅野が投げるときめちゃくちゃ打つからね。なんか知らんけど現実ではそういうことないんだけどね。どっちかといえば坂本って菅野投げるときね、あまり打たないしエラーも結構やるからね。でもこのゲームでは相性いいんだよ、菅野のためにという思いがあるんだろうね。延長10回、坂本の14号で決めることができた。ただ理想としてはやっぱ片岡あのシチュエーションで打って3試合連続のホームラン、さよならと行きたかったんだけどね、なかなかできねえや。上原今季3勝目がついたね。さあこれで阪神戦スイープされることはとりあえずこれでなくなったね。よかったよ、されそうだったからさ。
なんか雰囲気やばかったしね。さあ、あと一戦か。ちょっとね、最後くらいちょっとまともに勝ちましょう。ヤクルトに圧倒的に勝った球団なんだからね、俺たちは。打ち勝ったんだからよ。なんでこの阪神若干苦戦してんだよ。今日の先発は山口。調子が悪いから不安だけども。いいピッチングしてくれると信じるよ。で、打っては亀井が調子いいんで、2試合続けてペゲール外して亀井起用でいこう。まあ、調子がいいからといって必ず打ってくれるというわけではないけどね。よし、まあ今日はこんな感じで OK でしょう。最後の試合やっていくぞ。フルボッコだよ。ヤクルト戦の巨人が今ここに戻ってくるからね。大量得点、投げては無失点。まあ1点くらいやってもいいかな。拗ねちゃうんでね。拗ねられたら困るしね。ご褒美として1点くらいはやってもいい。いや、早いね。先にやっちゃダメよ、その1点。ちょっと待て。ちょっと待て。お前、ようやくチャンス来たぞ。ノーアウトランナー2塁。4回まで何もしてなかったよ。はい、ありがとう。しっかりと打つって言っただろ。はい、イエーイ、逆転ツーラン。これが俺たちの野球だよ。他球団の選手を取っただけだけどね。自前の選手ちゃうから。でもいいんですよ、自前の選手みたいなもんだ。もう巨人カラーに染まってますからね。日ハムのカラーにはもう一個染まってないから。日ハム州もしてないからね。巨人州しかしてない。匂いは完全巨人の匂いだよ。さあ、またチャンス来たぞ。ツーアウトランナー二塁三塁。ここで結果を出さなくてどうする。亀井打つんだぞ。よし、来た。甘い失投だ。坂本も帰れるだろう。ゴーホーム、ゴーホーム。よーし、4点目ゲットやで。完璧な失投ありがとう。このシチュエーションでこの球を投げるピッチャーには用はねえな。よかったな、対戦相手が俺で。CP だったらもうドカーン、ゲームセットだよ。俺だからあのヒットになったんだ。お、さらに追加点入って、さらにチャンスじゃねえか。さて、山口、打率は3割3分3厘で今日もヒット1本打ってるね。二刀流だな。投手ではダメな分、あ、打率は2割6分9厘ね。チャンスでは3割3分3厘だ。いや、投手ではダメな分、今季は野手で頑張ってるよ。本職で頑張ってほしいのが一番の理想なんだけどね。まあでも打ってくれるんだったらいいわ。今日も1点だけだからね。まだまだ行ってもらうよ。お、これは山口の打球は頭越えましたな。もうピッチャーの打球ちゃうやん。よっしゃ、タイムリーツーベースヒットだ。はい、ダルテンメ勝ったね。あとは山口で抑えるだけ。今日一度もピンチ来てないからね。この1点も多分ソロホームランじゃないかな。2回に入ってるからね。クリーンナップの誰かに打たれたんだろう。それ以外はピンチ招かずに完璧に抑えてるからさ。投球は3球目、投げました。はい、逆方向によく伸びるね。はい、今季15号いただき、2試合続けてだよ。ここ最近連発多くね。おう、ほとんどの選手連発してるよ。中田、ギャレット、片岡で坂本、陽大官だよ。打ちまぐりじゃねえか、これ。何があったんや。わっ、ここでピンチ来る。もう、山口くん、よりにもよってだね。ワンアウトも取れてないとか、どういうことだよ。なんか山口らしいよね。油断してこうなるっていう。調子に乗るところがあるからさ。よし、これでまず一つ。取れる取れる取れる。よし、もう1点はええわ。2点目はもうしゃあない。まだ HQS の権利は残ってるからね。あと1つ取れば。さあ、ここで高山かい。代打で出してくるんかい。まあこの成績だと代打起用になるわな。スタメンでは使えんわ。ただチャンスでは鬼のように打ってるからね。チャンス A 持ちだからそら打つか。ただここではバットに当てさせませんけどね。当たったわ。でも抑えた。わっ、レッドゴー。山口7回投げて2失点。まだ行くよ。まだ行ってもらわなければ困る。もう、あ、沢村出てきたね。山口降りたか。早いな。ほんでこの沢村くんが打たれるっていうね。まあこれはもう毎度の恒例だわ。ど真ん中失投。それを投げるな。危ねえ。もう、はい、三振。あと1つ。お前、今のは助かったぞ。本当に豪快なスリーランでもおかしくねえわ。外を際どい。これはわずかに外れています。で、どうだ。最後、中田が取ってゲームセット。はい、圧倒的勝利いただきました。9対2だね。ふう、今日は打ちまくり。ホームラン何本出たよ。本当にこれは楽しいですね。これは巨人ファンも東京ドームに来るわ。
リアルみたいにガラガラになることもないね。指定席も増やさなくていいでしょ、相手のね。素晴らしい。今季5勝目。いいピッチングだったよ。そして打っては今日は3、両チーム合わせて4本か。思った以上に少ないね。もっとなんか打ったような気がするけどね。あ、陽大館、坂本、ギャレットだよ。ギャレット10号到達だね。これからももっと打ってくれ。頼んだぞ。9点も取れたからね。スタメン全員安打ではないんだね。中田翔がちょっと1人乗れてないわ。まあそういう時もあるわな。まあでもね、みんな打ってる中1人打ってないってちょっとポツンとして悲しそうだったけどね。ぼっちみたいな感じあったけど。まあでも中田翔はみんなが打たない時に打ってくれるからね。そういう選手必要よ。みんなが打つ時に打つけど、みんなが打たない時に俺も打たないってやつはもう最悪ですから、そんなやつ読売巨人軍に必要はないからね。打たない時こそ打ってくれる選手。それが一番イメージ印象がいいわけなんだよね。最高だよ。オッケー。まあ、スイープ、どちらともすることはできませんでした。ただ、ヤクルト戦スイープでね、そして阪神戦も勝ち越し。まあ、当然ちゃ当然なんですけどね。行くことができ、さらにゲーム差空いたかな。まあ、広島とはそんな空いてないですけどね。ヤクルトとか阪神とかとはさらにゲーム差をね、開けることができたよ。次回はこれ中日戦、そしてその後も控えてる広島戦ですね。はい、この2戦をプレイしていこうと思うので、お楽しみにね、今回のように圧倒的に勝っていこうと思うんでね。じゃあここまで見てくださったみんなありがとう。次回の実況もまた見てくれ。ぐぐぐぐ、バイ、またを。